Hello, welcome to Art since 1900. 今日はですね、1931年、えー、なんですけど、まあ、シュールリアリズムの、えー、トピックが続きます。まあ、今日は主に、えー、シュールリアリズムのオブジェクトですね。The Surrealist Object というのが一、まあ、つの、えー、キーポイントになっていくと思います。250ページ、まあ、オープニングのパラグラフですけどですね、まあ、この えー、時代、まあえー、彫刻に対してさまざまな新しい前衛的なオブジェクト作りが、まあ、展開されていたということですね、えーまあ、一つではそのドゥシャンマルセル・ドゥシャンが展開したこのレディーメイドという概念ですね既製品をそのまま彫刻作品として命名するもう一つは、えー、トライバルアーティファクトト、まあ、トライバルな プリミティビズムの中での,そのアルティファクトですね。で、これがまあ誘発するそのまあ儀式的なえ要素、えー、儀式的なそのフェチ、フェチ的な要素、まあ、あとでフェ,フェティッシュについてあのフロイドの定義が出てきますけど、ね、えー、このトライバルなオブジェクトが持つこのまあ特別なそのちょっとカルティック え、f o r なんか非常に特殊なエネルギー、生命的なエネルギーに対して、ドゥシャンのレディメイドが持つそのフェティッシュ的なエネルギーというのは、え、まあ、商用製品としての、そのコマーシャルなプロダクトとしてのエネルギーであった。そしてまあ、カール・マルクスが出てきますけど、そのマルクスのまあ資本主義生産の 分析の中でですね。まあ、えー、よく、えー、彼は言うのは、その忘れられる要素としては、商品を考えるときに、実はその商品を作った人間の労働力、労働者が、実は商品の裏にいてですね。人間が商品を、えー、まあ、作っているということですね。えー、逆にその資本主義生産、 文脈の中ではそういうものがちょっとこうよく忘れ去られてしまってですね、いかにオブジェクトが自律的なその生命力を持ったようなものとして、まあ考えられちゃうっていうことですね。そうやってその一種のフェチ、フェティッシュ化されていくと。えー、そしてしかもあのもう一つのタイプの、えー、この時代、オブジェクト、彫刻的なオブジェクトがあって、これが スリー r ストオブジェクトですね。このシュールリアリズムの中で誕生する、えー、もう一つの類型学的なそのオブジェクトですね。モダニズムのオブジェクトメイキング。さらにその、そのオブジェクトメイキングを拡張するシュールリアリストのオブジェクト。で、このオブジェクトの特徴はセクシュアルフェティッシュですね。性的フェチ。そして、えー、異なる えー、要素が、まあ、平地されることによって作り出される効果。この効果が、えー、呼び起こす独特なシュールリアリズムの、まあ、エロティックな、性的なフェティシっていうことですね。<coughs> 次のセクション、ambivalent objects <coughs>。曖昧的なオブジェクト。で、ここでは、その、アンドレ・ブルトンが、まあ、パリのある、その、 まあ市場でえ小さなそのスリッパーでもありスプーンでもあるこのまあスリッパースプーンというまあちょっとブルトンの伝説的なえまあオブジェクトが出てきますこれは実は1924年のえチャプターでもうあの紹介したスリッパースプーンなんですけどこの小さなその木でできたスリッパースプーンブルトンはえ市場で偶然に 探して買うんですね。これについて、えー、ラムール風という、まあ、テクストの中で書くんですね。これは実は農民の製造によってできた、えー、オブジェクトであって、クラフト化されたものですよね。さらに個人用のもので、えー、作られたものであると。うん。さらに、これが重要ですね。時代遅れ。 のオブジェクトであるっていうのが、まあ、ブルトンの分析ですね。時代遅れだった。だから、この市場、フリーマーケットっていうところに、えー、スリッパースプーンというオブジェクトが、まあ、えー、押し出された。大量生産の資本主義社会のその大量生産された商品と違う次元に置かれていた。農民が作り出したクラフト的な要素があり、 時代遅れだからこそ周辺に追い出された、えー、このスリッパースプーンのような、えー、オブジェクト、えー、その非常に、えー、別の力を持ったオブジェクトがシュールレアリストのオブジェクトであるんですねで、えー、と250ページ右コラムの上の方に写ってますけど、まあ、この主観的な要素とそのオブジェクトが置かれている社会的 えー、文脈もしくは歴史この関係性がシュールレアリストのオブジェクトのまあ基本にあるでこれについてまああの有名なアメリカの批評家のフレディリック・ジェームソンの引用があったりするんですねえー、まあなんかこう、えー、シュールレアリストのオブジェクトが持つ特徴というのはまあ途中、えー、までできたもの ハーフスケッチと言ってますね。なんか人間の労働力が残ってるオブジェクト。もしくはなんか人間の身振りが残ってる。身振りでできたもの。えー、そしてその主体から完全にまだ分離されてない。っていうものですね。分離されてない。だから人間の,、まあ、その体、作った肉体や手。 ええー、とのこう関係がまだ可能性として残ってる。ミステリアスである。表現的であるっていうことですね。で、これは実はウォルター・ベンヤミンまた出てきますけど、ベンヤミンのさらにそのシュルレアリズム。ええー、ヨーロッパの最後の知識人のスナップショットっていう、まあ彼が29年書くエッセイのことをまあまだ反,反映してるんですね。このジェームソンのことは。 ここではベンヤミンはシュルリアリストたちはえまあ初めてこの時代遅れのものが持つ革命的パワーに気づくということをまあ分析するんですねベンヤミンは非常に面白いですねこの時代からこう遅れたもの外れたもの,このちょっとずれですねずれのこう えー、メタファーだと思いますねそして、まあ、さらに下真ん中あたりですけどベンヤミンはこのブルジュア、えー、文化の廃墟をなんとか召喚しようとするのが、まあ、シュルレアリストのオブジェクトでありここから歴史を何らかの形で目覚めるもう一回こうアウェイクニングするというのが、まあ、ベンヤミン分析ですね、えー、下ですけど えー、シュルエアリストのオブジェクトはですね、まあ、やっぱりその assign of desire、欲望の記号であり、まあ、まずその、これはブルトンのまあ読みですけど、えー、欲望の記号としてですね、ド、え、ゥ、ー、シャンのレディーメイド、既製品っていう概念とまたちょっと距離を置く、違うんだっていうことを、まあ、明確にここでは書いてありますね。なぜかというと、 レディーメイドはですね、この精神的エネルギーが含まれていないからサイキックエネルギーって書いてますね。逆にドゥシャンは実際に書いたりしてますけど、レディーメイドの特徴というのは Visual Indifferent 視覚的な無関心であったり、Complete Anesthesia 完全な、まあ、麻酔状態に近いようなものが レディーメイドの特徴であると。これに対してシュルレアリストのオブジェクトはサイキックエネルギーですね。これはブルトンが追求するエリアです。これを実際に251ページの方に移りますけど、シュルレアリズムの雑誌でですね、書かれたり展開していくということですね。あるオブジェや現象に起こる様々なその発見、 さまざまなその偶然の発見であったり驚きこのような特徴がサーリアリストオブジェクトにあるとこれを非常にその分かりやすくそしてまあ伝説的に伝えてくれるオブジェクトの一つがこのマンレーが作った1921年の12月パリで見せたギフトという作品ですねこれはまあ皆さん見たことあると思います えー、鉄でできたアイロンに、えー、まあ、釘、ブラスタックを、えー、一直線にこう、えー、スティッキングしていく。まあ、非常にシンプルな、レディメイド的な要素も持ちつつ、レディメイドっていう概念からずれるんですね。マンレイのこのギフト。えー、マンレイはこれについて、251ページの右コラム上、引用がありますけど、えー、まあ、ドレスをもう、 完全にこう、えー、破くことがこれでできるっていうねあのこのまあその女性とかフェミニンっていうものに対する一種の、えー、サディスティックなサド的な、えー、オブジェクトとしてもまあ捉えられるんですよねしかし「ギフト」というタイトルなんですよねこれがまた、えー、面白い曖昧なとこに、えー、行くと。 まさに、まあ、上の方ですけど、このギフトの、まあえー、すごいとこにはですね、このアンビブァレンス、この曖昧性が常にあるで。これは二重の曖昧性なんですね。えーまあ、まずはその見た目、アグレッシブなものですね。確かに暴力的、作動的な要素が。 大いに出てますこのオブジェクトとしてはしかし「ギフト」というタイトルがついている指定されているんですねギフトとしてえー、まあなのでえー、まあギフトプレゼントっていうものにある、まあ、実はその文字通りの解釈の通り、えー、プレゼントもしくはギフトっていう行為は実は非常に曖昧な行為でもあるというその事実も実はこの作品は えーまあ、追求してるギフトっていうのはまあ一,一方では何かをあげる、えー、無料というか無償でプレゼントするオフェリングすると同時に、えー、負債を作り出す行為ですよね a デント負債を作るこのまさに二重のプレゼント交換っていう、ね、ギフト交換という声が持つ曖昧性 を追求して、まあ、有名な、その、特に人類学の方で書いたマーセル・マウス、フランスの文化人類学の、まあ、研究が非常にここでは有効ではないかということですね。まさにギフトのその機能、曖昧である。ジェンダー的に見ても、えー、すごい曖昧な作品ではないか。このマンレーのギフト。うん。そして、 マンネーのギフトっていうのはまさに、えーまあ、これから入っていくそのフロイド、シグムンド・フロイドのフェティッシュフェティッシュという、まあ、一つの考え方概念競合、えー、の欲望がまあ収束する一つの瞬間オブジェクトとしてマンネーが非常にまあ良い、えー、例ではないかということですねそしてまあ次のセクションですけど えー、まさにこのシグムンド・フロイドの、えー、フェティッシュ論ですね。あの、ここに書いてあるんですけど、シュルリアリストたちは実はいち早くモダニストの画家たちの中でフロイドを細かく読んでた。フロイドについて非常に興味を持って、えー、深く、えー、フロイドの本、概念を実は勉強してた。フロイドのフェティッシュ論ですね、これから。 フェティッシュは何なのか、非常に重要だと思います。フェティッシュは、まず、まず、その母親が、まあ、欠けている、母親が持っていないペニス、ペニスのまあ代理、もしくは代替、そのサブスティチュートですね。その代理のようなものが、フェティッシュに、まあ、まず、なる。これが、まあ、一つの簡単な定義ですね。 母親が欠けているもしくはないペニスの代理サブスティチュートがフェティッシュになる、うん、でこの,あの母親が、えー、ペニスがないという、えー、不足に、えーまあ、気づく、まあ、男の子、えー、小さな男の子ですねそれがそれを発見する男の子はまず驚くんですね驚き えー、一種の,その、まあ、ホラー一種の,その深い、えーまあその <coughs> えー、気持ちというか感覚に、まあ、あのを経験する。うん、で、えー、母親がないとなるとですねこの、まあえー、自分もなくなるかもというねそのペニスがなくなるかもという、まあ、恐怖に落とされるんですね。 だとなので、まあえー、ペニス断痕、まあ、的なものと言ってもいいと思うんですけどそのペニスのな代理代替する何かを求めるだからそれがフェティッシュになるんですねフェティッシュそのフェティッシュをその代理として求めることによって 男との子の、まあ、身体の、まあ、全体性、ボディリー w h o 身体を、まあ、ホール、全体としてキープできるファンタジーを、ええー、まあ、持つことができる。これを、まあ、まさにその断根的なそのパワーに求める。フォローできますよね。このロジック。非常にまあ、フロイド的な えー、まあ、セクシュアルサイコロジーです。だと思いますね。まあ、これがフェティッシュの、まあ、フロイディアンの定義だ、だと思いますね。シュルレアリストたちはですね、非常にこのシナリオに興味を抱きます。中には、まあ、非常に最も、えー、251から2の方ですけど、えー、<coughs> まあ、後から出てくる、えー、 まあ、ジャコメッティですね。アルベルト・ジャコメッティの作品は、まさにこの辺のフェティッシュ、フロイディアンのフェティッシュ論を彫刻の方に展開する、えー。ジャコメッティはですね、まあ、その、えー、まあ、恐怖体験の中、そのフェティッシュのその、えー、を求める、えー、精神行為の中で、まあ、いわゆるその、良いもの、そしてその嫌なもの、 っていうその関係みたいについても言及するということですね。そしてまあそういうなんかこう良いもの、オッケーなもの、そしてその絶対嫌なもの、拒否しなくちゃいけないもの、このその関係はですね、えー、まあ最ももしかしたらシュルリアスリストオブジェクトの有名な、えー、メレット・オッペンハイムが作ったまあ 毛皮に覆われたティーカップとソーサー皆さん浮かびますよねこれこの作品ですよね <laughs> まあこれはまあ最もその今は有名になった一つの作品ですけどオッペンハイムがパリのカフェに座ってた時に、えーまあ、考えた、えー、オブジェクトですね <laughs> でまああのえー オンドレ・ブルトンがですね、まあ、有名な、その、シュルリアスリスト・オブジェクト展覧会っていうのも、実は、ギャラリー・シャールズ・ラトンっていうところで、パリで、えー、開催するんですね。1936年の5月。これも非常に伝説的な、まあ、展覧会誌、えー、に興味ある方、えー、キュラトリアル・ヒストリー、えー、に興味ある方は、この展覧会も非常に面白い。えー、ほとんど、あの、絵画作品ではなくて、 小さなオブジェクトですね、えー。だけで構成されたギャラリー展覧会。まあ、ここにもオッペンハイムが出品します。さらにもう一作品。マイナースというね、1936年の、えー、オブジェクトですね。えー、これはまあ、あの、このようなもんなんですけど、女性のそのハイヒールが、えー、銀のプレートのように、えー、裏、裏、 になっててて置かれていてそのヒールのとこに、えー、きれいな装飾的な棒を結ぶまさにこれはヨーロッパでは昔から丸、えーま、ごとローストチキンとかローストターキーとか焼く時に足のとこにこうつけるよような装飾ですよねまさに見た目プレート食べるものとして、えーまあ、最もある意味では汚染的な汚れ的な要素のそのまあ足につける。 地面と直接合う。靴。しかもレディーズなハイヒールを、えー、ヒールをこっち側に向けてですね、置く。まあ、フロイドは27年のあるエッセイではですね、中国の古い伝統的なその貴族の女性たちの中で、えー、行われてた転足と思いますね。bound feet。足を非常にこう、ラッピングすることによって小さく抑え込む。 この転職についても、えー、一種の,そのフェティッシュの要素一方では軽蔑一方では異形の念、ね、を混ぜるそのフェティッシュ的な要素がこういう中国の古い伝統にも見えるまあこれもこのオッペンハイムの靴を使った作品にもこう関係するんではないかっていうことですねそして最後のセクションに行きたいんですけど、えー、Lost Objects ですね253ページ ここではジャック・ラカン。ラカンはまあ多分戦後の、えーまあ、心理分析、そしてポストストラクチャリズムっていうね、あの思想の方には非常に重要な思想家だと思いますけど、実はシュルレアリストたちとはその若き、まあ、関係を持ってた方なんですね。ラカンは。ラカンはここでそのシュルレアリスト、ブルトンの考え方をちょっとこう覆すんですね。疑問視する。 シュリアリストたちはですね、えー、欲望というのを最終的にある何らかの形で満足させるという考え方は実は希望的観測であるということを言うんですね、ラカンは。彼の説いわくですね、えー、赤ちゃん、子供によって必要なものは実は、えー、満たされる。例としては例えば母乳。 必要なものですね、えー。ないともう死ぬ。こういう必要なものの欲というのは実は、えー、満たされるんですけど欲望というのはね実は満たされないものであるというのが羅漢の説なんですね。えー、ここで出さ,れて出される例はですね赤ちゃん子供に言うと、えー、母乳をやめたお母さん。だからそのもう えー、おっぱいから、まあ、母乳が出ない、えー、こ,このラインを超えた <coughs>、えー、赤ちゃん子供はもうこの欲望というのはもう満たされないんですね確かにそうですなのでなぜかというともう失われたんですねその欲望のその、えー、オブジェクトがなので唯一、えー、満たされる方法というのは ファンタジーの中で再現される方法しかないと。この欲望というのを満たすこと。これがラカンの非常にその面白い、オルタナティブな、えーまあ、考え方、説ですね。このパースペクティブから見るとですね、シュルアリストのオブジェクト、今まで見てきたものはですね、でに不可能性のこう世界にあるんではないかという。 ものな,んですね、なぜかというと、まあ、シュルリアリストたちは、オブジェクトを通じて、まあ、ずっと主張を続けるんですけど、最終的には何か発見につながっていく。その、まあ、欲望の発見や何かが満たされる。うんえー、欲望そのものの発見だったり、ね。これがシュルリアリストのポジションなんですけど、実はラカン。 の説から見るとこれはもう不可能インポッシブルのポジションなんですね。で締めとしてブルトンはジャコメッティの、まあ、このインビジブルオブジェクトっていう彫刻作品 <laughs> もしくはフェミニン・ペルソナージというね、えー、この素敵な作品一種のフィギュア、えー、なんですね。ジャコメッティはこの作品を作るときにいかにその手をどう表現するのかに えー、非常に悩んだそうなんですねそして手とあとはその胸の辺りに非常にその制作中悩んだということがあったそうです。ブルトンはこの、えー、プロセスこのジャコメティの悩んだプロセスというのはまさに教科書的なオブジェクトと欲望のまあそのパーフェクトなもう解決。 のような瞬間がこのジャコメティにあったんではないか。で、結果としてはこの彫刻はその、えー、ちょっとカッピングされた手、手があると思うんですけど、そしてポカーンとした、えー、顔ですね。このまあ女性のようなペルソナージが持ってる。そして目に見えない何かをこのカップされた手にこう持ってるようなインビジブルオブジェクト。 まさに何にもないんですよね。で、非常にこう疎外感も持つような、えー、このフィガー。このような形になってる手の中には空気しかない。しかし何かを求めてるような気もする。そして <laughs>、まさにこのジャコメティの彫刻から一つのメタファーに たど、えー、り着きますよね非常に逆説的な式、えー、がシュールレアリストのオブジェクトの底にある。これはまさに失われたオブジェクト。失われたオブジェクトでですね、回復されないんですね。回復できない。リカバリーが不可能。しかし、永遠に求められているものなんですね。永遠に求められている。 さらにそれは常にフェティッシュとして、すなわち代理、代替として、サブスティチュートとして、この永遠な一種のそのまあ求めていく、えー、プロセス、えー、サーチが、えー、まあ、このジャコメティの彫刻作品の中にも読めるんではないか。非常にま、詩的な美しい読みだと思いますね。失われたオブジェクト。 そしてまあそ,のそれは回復できない、えーまあ、このエッセイ曰く、えー、ジャコメティのこのシュールエアリスト運動とのこう若干の出会い1930年代の初め、えー、作った作品が最も実はジャコメティのハイポイントではないか実は <laughs>、えー、これ以降ジャコメティもやっぱりその行き詰まってですね 模倣的な表彰の方にどんどん、えーまあ、戻るというか、まあえー、行くというかね。まあ、そういう、えー、発展をジャコメッティさんは、た、え、ど、ー、ると。そして、ま、締めなんですけど、アメリカの方に移ってですね、ジョーセフ・コーネル、72年まで生きるコーネルですけど、コーネルは、 もう一つのシュールレアストオブジェクトのパターンというかモデルというか皆さんも多分ご存知のようなボックスですね箱箱の中にカゴがあったりゲームのゲームボードがあったりそして非常に不気味なアンキャニーな不気味なそして時代遅れのような要素をえ含んだこのボックス作品ですね まあ、場合によっては、フィロソフィカルトイズ。哲学的なおもちゃとも言える。夢の空間、ドリームスペースかもしれない。非常にその驚きという感覚よりも、コーネルのボックス作品というのはどっちかといえばアミューズメント。なんかちょっとアミューズというような感覚に落とすんではないか。コーネルはここで、やっぱり記憶、メモリー。 記憶というメディウムを通じてですねその、えー、作品とこう関係を持つ主観サブジェクティビティというのにまあもう一回その凝集する、えー、行為を与えるもう一回実は主観をまあ再、えー、発見するまあ一、えー、つのその 作品を作ってるのではないかということですね。で、締めですけど、ここでシュールリアリストのオブジェクトはもう一つの可能性に到着する。これはまあ嫌なものが良いものになる、うん、ものではなくてですね。まさに、えー、レリクエリーという言葉を一番最後に使ってます。レリクエリー。これは清し遺物箱ですね。まあ宗教の えー、文脈で使われるものですね。記し異物箱のようなものがコーネルが作ったこのボックス作品。記憶、えー、装置のような箱。そしてそこでは、なんか幽霊のように、まあ、この主観の欲望をさまよう、えー。なかなか離れない。 ようなそのようなメタファーを作ったもう一つのシュールリアリストのオブジェクトの、まあえー、到着点みたいなのがコーネルの作品で見れるのではないかという、えー、1931年でした。皆さんいかがでしたか まあ非常にあのこれもねあの有名というかまあ非常に教科書的なあの特にマンレートそのオッペンハイムのティーカップえのイメージというのは多分美術を好きな人だったらもうなんとなくどっかに見たことあるような作品が出てきましたけどそれとまあフロイドのフェティッシュ論も非常に重要だったと思いますねはいこの辺にしておきたいと思いますが Uh, thanks for joining me again, everyone. And I'll see you next year. Bye bye.